山田達夫は、日本の映画監督、脚本家である。1922年3月5日、兵庫県神戸市に生まれる。立教大学卒業。京都の映画界に入り、伊藤大輔監督の門下となり助監督を務める。1947年、新東宝で助監督となる。1950年、中川忍監督の甘辛チーム騒動等で、 チーフ助監督を務めた。1956年、監督に昇進し、嵐勘十郎主演の剣豪馬眩雄伝飛山王騒動で監督としてデビューした。1961年の同社の倒産までに22本を監督した。1960年12月公開の東海道非常警戒について映画評論家の水野和夫は、 脱出という主題を具体的な速度感で映像化して、いくクライマックスのカットバックは、山田達夫監督自身が堕落した現代映画の枠から脱出するかのごとく見事であり、日本映画界の底辺にあると思われている人たちが、実は最も力を込めて、日本映画の土台を固めていることを再認識して、僕は、激しい感動を禁じ得なかった。と称賛している。新東方解散後は、 テレビ映画に進出した。1980年6月6日、死去。満58歳没。新東方では、井上梅次の下のポジションで、赤坂長吉や土井道吉が山田に続いている。嵐勘十郎とは、京都時代からの旧知で、荒間の後押しで、並木京太郎監督に代わって対等。荒間にしてみると、渡辺国や並木に対しては、 監督さんという態度だったが、山田に対しては、トールちゃんと呼ぶ間柄だった。檜山大騒動で監督に抜擢されるが、この時山田は34、5歳で、看板スターの永久作品を担当するには、異例の若さだった。当時、新東宝は東宝から脱退したばかりで、市川今夜度の五郎の他に、監督の間が開いており、また大倉三つ社長の企画第一主義もあって、 他者よりも早い監督昇進となったのである。アラカンによると山田はなかなかの春菜で仕事の段取りが実に早かったという。新東宝は予算が渋く若手にも銭を使わせないとのことで予算も撮影日数もギリギリの中安かろう早かろうで監督が評価されていた。この不自由な中一生懸命に工夫する。 ここが腕の見せどころという意味で新東宝には名監督がたくさんいて山田もその一人だったと語っている。アラカンは新東宝で山田監督と組んで12本の映画を撮ったがアラカンにとってこれは山中貞夫以来のことだった。昭和34年には1年で5本山田と映画を撮っている。相馬大作事件を描いた日山大騒動は10月末の撮影だったが 相馬大作役の当時五十になるアラカンは吹き替えなしで潜水シーンを取っている。警視庁が協力し、水中のアラカンの周りを実弾で打ち、水泳の得意なアラカンが水面に上がって大きくあえぐ勇壮な場面となった。これには山田監督も大喜びだったという。アラカンは山田作品では、風運天魔道乱、あやうし、だて62万国。 つばなりさん剣豪なども A 写真ですと語っているが、新東宝という会社柄年間ベスト10に絡むこともなかった。カンプロ時代に山中貞夫を生み出した岸松尾のような批評家もおらず、新東宝か B 級や娯楽作品やと差別して、ジャーナリストも死者に来なかったとして、この監督の才能を惜しんでいる。1956年の監督昇進以降、 特筆以外は監督作である。ありがとうございます。